歌川広重、東海道五十三次吉田吉田塾は、江戸時代に設定された東海道五十三次の、江戸川から数えて34番目の宿場である。現在の愛知県豊橋市中心部に相当する、豊川大岸から望む吉田城、慶長六年の天馬主院城があり、東海道が設定された当初からの宿場であった。江戸の日本橋より西方十三里に位置し、 東の二川塾とは一里二十町、西の五湯塾とは二里二十町離れており、町並みは二十三町三十間の長さがあった。西意大将軍の徳川将軍家の老中、大阪城大、京都諸士大学の大名の吉田藩の所領であり、吉田城城下町と港町を合わせた宿場町であった。表町十二町と裏町十二町の計二十四町で宿を構成されており、 本陣が2件、脇本陣が1件、旗子は65件あった。個数は約1000件で、人口は5000から7000人ほどであった。本陣のあった、札木町は、吉田城大手門のそばにあり、また人罰技術の問い合わもあったため、中心としてにぎわった。街道は、東から吉田城東総門の南を通過、吉田城の総堀に沿って続き、 吉田城西総門西側を北上し、征夷大将軍の直轄の天下橋である吉田大橋で豊川を渡り、下地と繋がっていた。軍事上の観点から曲がり角が多く作られ、可燃手帳として名前にも残っている。吉田城内にあった小津天皇祠らで開かれる天皇祭りの前夜において放火法と呼ばれた建物花火が行われた建物花火は、 現在は行われていない。高田町、新城市、小坂井町で建物花火が行われているだけである。また、いい森所が非常に多かったことでも知られ、吉田通れば2階から招く、しかもかの子の振り袖がなどの歌が広く知られている。東海道の脇街道の本坂通には、八名群、須瀬塾から小湯塾で、 東海道と合流する道以外に、この吉田塾に合流する道の分かれる和田辻で分岐のルートがあった。また、慶応4年の4月から6月にかけて、吉田参加時に数えられた五神寺に三河国、東都美国、駿河国の元天領を統治するための三河裁判所が置かれた。明治改元直前のことである。海道は現在も旧東海道として道が残っている。 また、吉田城は一部以降を残しているが、その他は豊橋公園として整備され、美術博物館と野球場や市役所がある。明治時代には、宿場町に近い厚見郡、花田村に豊橋駅が建設され、吉田宿周辺は都市として発展をすることができた。ありがとうございます。